メインハウスとウエストウィングウエストウィングの外観。樹木に囲まれているため、外部からその姿を見ることは難しい。ウエストウィングは、アメリカ合衆国大統領官邸ホワイトハウスにある、西棟の名称である。ウエストウィングの名を冠する建物は他にも多くあるが、アメリカ合衆国で、ザ・ウエストウィングといえば、通常これを指す。ウエストウィング1階のマドリ東端のパームルームは、 ホワイトハウス地下1階の一部でもある、オーバルオフィスで執務を行うロナルド・レーガン大統領、オーバルオフィスで会談を行うバラク・オバマ大統領と、ヒラリー・クリントン国務長官ウエストウィングは、一般にホワイトハウスとして知られる本館の西側に隣接した建物で、ファーストレディオフィスと大統領危機管理センターがある東側のイーストウィングと共に、本館とは渡り、廊下で連結している。 メインハウスが大統領の感謝であるとともに、国内外の要人との会談やレセプションなどにも使用される儀式的な空間であるのに、対し、ウエストウィングはオーバルオフィス、核技術、国家安全保障会議室、定例記者会見室、危機管理のためのシチュエーションルームなどのほか、現在では副大統領、首席補佐官、大統領補佐官、報道官、法律顧問、 上級顧問などの上級スタッフのオフィスなどが入る、アメリカ合衆国連邦政府の中枢である。ウエストウィングは日本で言えば、総理大臣官邸、メインハウスは、総理大臣官邸に相当する。長らく、メインハウスの2階部分には、ホワイトハウススタッフのオフィスが入っていた。しかし1901年に、セオドアル・ーズベルトが42歳の若さで大統領に、昇格し、 妻と六人の子供たちを引き連れてホワイトハウスに引っ越してくるとこの建物が突然手狭なものになってきたのは誰も目にも明らかだったそこでメインハウスの西隣の温室と厩車があったところにベッドを建築させスタッフのオフィスをここに移したこれがウエストウィングの始まりであるこの当時のウエストウィングはまだ仮オフィスビル的な状態であり内装が完成して オーバルオフィスが初めて作られたのは、次のウィリアム・ウェイチ・タフト大統領の時である。1929年末、ローデンによる火災で、ウエストウィングは反殖した。1933年に、フランクリン・ルーズベルトが大統領に就任すると、小児麻痺の後遺症のような障害のある大統領にも、使い勝手が良いようにと、ウエストウィングにはこれを機に大改装が施された。この時、 オーバルオフィスはメインハウスとあたり、廊下で直結する現在の位置に移された。これにより大統領は、スタッフの目を気にせず自由にメインハウスとの間を行き来ができるなど、プライバシーの面が強化されている。また、リハビリのための水泳を好んだ大統領のために屋内プールも作られたが、この部屋は、後のリチャード・ニクソン大統領の時に定例記者会見室に改装された。 スタッフの増加に伴い、今日では、ウエストウィングにオフィスを構えるのは、大統領、上級スタッフ、その他アシスタントである。多くの事務方及び本来の副大統領のオフィスは、小道を挟んだ西側に隣接する、アイゼンハワー行政府ビルに入っている。オーバルオフィスの床の中央には、大統領文章が描かれている。大統領の執務机、レゾリュートデスクは、 オーバルオフィスの中央に置かれる場合と窓際に寄せられる場合の二つがあり、大統領本人によって変わる。アメリカ NBC 制作のテレビドラマ、ザ・ホワイトハウスはこのウエストウィングが舞台となっており、現代はザ・ウエストウィングである。この番組の放送が始まった頃、ドラマで描かれているウエストウィングの間取りや内装、環境などが実際のウエストウィングを どこまで反映しているかという質問がホワイトハウスのスタッフにしきりに寄せられた。これに対して多くのスタッフはよくできているが実物はもっと狭くて混み合っていると答えている。2003年には当時のホワイトハウス報道官もドラマの中では実際より人の行き来が多く若干広く作られているようだとコメントしている。ありがとうございます。